てっちゃん、皆様明けましておめでとうございます。去年はたくさんお世話になりました。今年も今年も仲良くしてください。うん、うん、ペッチャも仲良くしてにゃって言ってるにゃ昨日ねお風呂に入れたから超ふわふわです。お風呂入ってる時もなんか湯船に浸かってすごい気持ちよさそうにして一回もみやみや泣きませんでした。ゴロゴロだねふわふわだねペッチャも、うん、私は新年のプレゼントだよ。お母さんがね風邪気味なので昨日超掃除もお料理も頑張ったので足とか腕がめっちゃ痛いダメですね、もう年ですね。今日は今からパパにお雑煮を作って私もお雑煮を食べます。パパはねもう山田錦半分ぐらい飲んじゃったみたいです。私はちょっとね朝からお酒はなんかお正月でもお酒に弱くなっちゃって、うん、多分ちょっと夜いただきます。ペッチュンも特別なおやつあげるね、後で食べようね、後で歯磨きもしようね。この猫はもう18歳で来年19歳になるんだけど、私がネズミめっちゃちっちゃいハムスターみたいな時から哺乳瓶で育ててきた猫なので、もう私の最愛の猫です。小島るも大事だけどペックンとのペックンとの時間もすごく大事ですね。ペッチョン、うん、そうだよね。 I love you, I love you、 うん、 I love you more than love。 皆様良いお正月をお過ごしください。うん、たくさん休んでたくさん美味しいもの食べてね。またね、バイバイ。